まだまだわからないことは多い。僕が母の意志を完全に理解し、神の意志を完全に理解するまでもう少し時間がかかりそうだ。なんだこの文章。名前は柴田勝家。会員 ID焼き打ち。はあ、低俗な女だ。こんな人を舐めたようなことするのはどう考え好きにすればいいさ。でもここに登録するということは、君も高島さんからの呪いのメールを受け取るということになるんだよ。みんな恐れおののいているじゃないか。すべては別々の事象にしか過ぎないはずなのに今日特にこの二人がいい味を出している。まあいいか、こちらには好都合なのだから、とりあえず放っておけばいい。
それにしても自らの非を認めなければ罰を与えてやってもいいが、この女にはそろそろ救世主の誕生にはいや事件と言ってもいい、神の子である証明のためと言ってもいい。牧者ども、お騎士こと見るや逃げ行きて町にも村にも人々誇りしことをミントで茹でてイエスのもとに来たり、悪霊の離れし人の衣服をつけ、心も悪霊に疲れたる人イエス様見し者、これを彼らに告げたり、救世主としてまた新たなる一日が始まる始まるんだ そろそろ学校に行くかな。勇気のやつ、さすがに今日は学校に来てないようだな。まあ、あれほど痛めつければ。そういえば、そろそろだな。ちょ、ごめん。メールだわ。あ、え、なんで？え？あ、いや、そういうのじゃないんだけど。ごめん。何でもないからさ。いやー、
うるせえ、あんたには関係ねえってんだ。え、いや、いいんだけど、これどういうことだろう。なんだこれ、これ今までのと違うだろう。やだよ、私関係ないのに。これいたずらだろ、どう考えてもさ。誰がやってるんだ。だってあの写真ってどう考えても高島さんのもんでしょ。隣の女子って赤坂めぐと北見さとこだっけ。やだよ、なんでこんなの来るの。ねえ、なんでこんなメールが来るのよ。携帯アドレス変えたら来ないって話聞いたけど。いや、あれは数日経てば元通りに来るって噂を聞いたぞ。恐怖で何も見えなくなっていっているのか。この感触、なんだこれ。なんだこれは。やっぱりお前か。やっ、今のはお前の仕業か。当たり前でしょ。あんた、司にまでひどいことする気でしょ。司？ああ、お前の妹か。そうよ。あんた、あの子まで邪悪な存在だなんて考えてる。その言い方。ならお前は邪悪な存在ということか。そうね。作った人間が邪悪なら、作られたものも邪悪なんじゃないかしら。お前を作った人間それは人間なのか。さあね、人間以下の存在かもしれないけど。お前は何者だ。自分の胸に手を当ててみればいい。なんだと。何もわからないくせに。何もわからないくせに分かったふりをして、あんたなんて逃げてばかりじゃない。何も分かってない。はあ、この僕に向かって言うか。隠されたものを見ないようにするには一番いい方法。どういうことだ。何が言いたい。どういうこと。それはあなたが一番知っていること。なんだと。だってそれはあなたが隠したものだから。僕が隠したもの。そう、みんなからあなたが隠した。あなたが全てを隠してるだけでし。黙れ。黙らないわ。なんだと、この化け物め。化け物。化け物はあなたでしょ。いいえ、化け物はあなたが作り出したものでしょ。それは違う。え、お前、若月鏡さん。あは私に名前なんてつけて意味はあるの。あ何でもどんな偶然だって説明はできる。語り得るものは明晰に。でも若月鏡さん、そんなの意味がないことはあなたの答えが出た時、全ての事実が明らかになった時、あなたは存在しないはず。なら今この場にある若月鏡は何。草原にいるカエル。それらを照らす太陽は
私がそれらを眺めていようといまいと、同じようにそこにある鏡さんは、そう言える？さっきからどういうことだ？お前らだけで勝手に分かったような口ぶりで。そうなの？間宮君は救世主。質問なんてしなくても全てを知る人だったはずだけど、変。語り得る世界は明晰に、全ては解けてしまえばつまらない答え、つまらない日常。でもそれが全てじゃない。沈黙せざる得ない場所、そういう場所がある。この境界線はそういう場所。ここでは言葉が世界になり、世界が言葉になる。のみならず、言葉以外のものが言葉になり、世界以外のものが世界になる。そういう場所。最後まで行き着けば、あなたにも見えるかもしれない。見えないわ。私には見えるわけがない。存在以前の存在が何を見ることが、存在以前が何を感じることができる。終着点、空へ帰る日、ついの。なんで知ってるのはあなただけじゃない。この地点を知る者は別にあなた。なんだと？あるいは無限、存在するすべての魂が見た風、あるいはたった一つの私という魂が見た。それはどちらでもなく、どちらでもある。おとなしい。さっきから貴様、分かったような口を。お前は本当は何も知らないのだろう。そうやって思わせぶりな言葉を並べて僕を煙に巻く気なだけだ。全ての知識と知恵を持つ僕が、なんでお前の言葉を理解できない。そんなわけがない。お前はデタラメを言ってるに過ぎない。そうだ、昔からそんなやつばかりだった。わけのわからない言葉ばかり使い、そのお前もそういうやからだ。何もないくせに何かあるように水増しさせてる。覚えたての言葉をただつなぎ合わせているに過ぎない。貴様など何も分かってない。何も理解していない。頭がいいふりをしているだけだ。それでいい。マミヤ君がそれで安心なら。みんな座れ、授業を始めるぞ。ほらマミヤ、何を撮ってるんだ。なんだお前、何ぼーっとしてるんだ。僕がぼーっと。あのなあマミヤ、お前成績がものすごく下がってるんだからさ、そういう。バカなと。よし、授業を始めるぞ。今日。先生。なんだ、まだ何か用事か。いい。どうしたマミヤ、トイレか。やはり先生も低俗な人だ。だから対局を見失う。なんか言ったかマミヤ。全てが終わろうとしているにもかかわらず。全てが終わる？何を言ってるんだお前。例えばこの船が沈みますという時に、先生は悠長にその戦場で古代ローマの歴史でも教えますか。マミヤ、お前何言ってるんだ。質問ですよ、質問。船が沈みゆく時に、先生はどこか遠くの昔話を生徒たちに話すのですか。歴史は昔話ではないし、大体ここは船ではないし、沈みもしない。なるほど、ここは船でもなく沈みもしない。そして
過去を記述した歴史は昔話とは違う。ああそうだ。それよりマミヤ、何か不満でもあるのか。不満なんてありませんよ。だって先生は低俗な人ですから。真実が見えないのは当然のことです。猫や犬が足し算引き算を理解しないからといって不満に思う人などいないでしょ。マミヤ、お前大丈夫か。大丈夫？何を言ってるのですか。まず自分が大丈夫であるかどうかを心配したらどうですか。こんな時につまらないことって、お前な。大体考えてもくださいよ。歴史なんて記述の束は、悪魔が世界を10秒前に作り我々に記憶を植え付けただけのものかもしれないですよ。そんなわけないだろう。多くの歴史的な証拠があるのだから。ならばそれも作り物かもしれない。悪魔によって偽装されたものかもしれない。マミヤ、お前本当に大丈夫か。どうしたんだ。悪魔でなくても本当はもっと大事なことが世界にはたくさんあるのかもしれない。それを隠蔽するために誰かが書き換えたのかもしれない。クラスイン。はい。今から職員室に行って担任の清川先生を呼ぶように頼んでくれ。あ、はい、わかりました。マミヤ、お前。お前あんたね、何してんの。相手は女であるか男であるかなど関係ない。大体全てが終わろう。ここにいるに。いい加減にしろ、マミヤ。大丈夫です。マミヤ君の手に驚いてしまって。マミヤ、お前謝れ。なんでですか。マミヤ、お前自分が何を言ってるのか分かっているのか。その終わりというのは何だ。最近生徒たちが怯えていると聞くが、お前がその噂を立てていたのか。終わりは終わりです。全ての終わり、終着点のことですよ。それは噂ではありません。ただの真実。あなたは弱い人間だ。小さい人間だ。だから僕を見る。お前ちょっと来い。理屈で勝てないから暴力で来るのですか。メール。な、死んだのか。みんなどうしたのですか。マミヤ、タクジ、あなた。おや、みんな。どうやら君もここに転が、君の心は恐怖。そうやって、そうして。マミヤ、どうした。勇気ともさめやその他の人。聞くがよい。全ての生は20日で終わる。これは紛れもない。城山の死も、死こそなぜ死は予言への名言。愚劣なものはだからこそ隠されたものによって死を隠すもの。それは第一に教育、第二に、ま、この国のように学校教育が極めて高度に普及し、マスメディアも世界最高基準にまで巨大化している社会では、
我々は公教育とマスメディアによって多くの禁忌を植え付けられ、その最大の禁忌とはすなわち死を考えること。我々は死を考えることを置き去りにし、あたかもこの日常が永遠に続くかのごとくに振る舞うことを強制。なぜならば死の不条理さの前では全てが無力であり、だからこそ教育は、マスメディアは、死を、彼らが我々に示す死とは対岸のもの、我々には関係のないもの、あくまでも自らに降りかからないからこそ楽しめる玩具のごとき死でしかない。だが誰でも知っている事実として、死は全てのものに寄り添うもの。マミヤ先生、お前は間違っている。何が間違っているのですか。そんな宗教じみたこと、お前、ほら見たことか。今この男は私の考え、あたかもきちいじみたと。違うものですか。死を考えること、死生学を数千年やってきたのが宗教ではありませんか。つまり宗教じみている。死を考えることは先生にとって気がじみているという。違う、お前は。はて、これは奇異なことをおっしゃります。私のど知らん。私からしたら、あなたこそ常識というくだらない教義を狂ったように信じているみたい。なんだそれは。自分が理解できないものに今日のレッテルを貼らずにはいられない。自分が信じる常識が覆るような考えは全て狂っている人間の仕業。そんなものは飛躍だ。マミヤ頼む、誰か担任の先生を連れてきてくれ。誰か。現代社会は死を詐称したところに存在し、死をタブー視する社、それが正しいなどと思うのは考える体を持ち合わせていない奴隷の言葉だ。なぜならば前近代において死は最も重大な施策の対象である。死こそ施策の最大の関心事では。にもかかわらず近代に成立した政治社会す、黙れ。意味不明なこと言うな。意味不明。ああそうよ、あんたが言うことなど理解できないしする気もないけど、あんたは二人の死に自分勝手な意味を与えている。自分勝手とは。屁理屈という意味。全然デタラメだと言ってんのよ。世の中が死を隠してるというご考説は、まあどっかで聞いたことあるような話だからいいとしても、それと二人の死が何か表しているというのは飛躍以外の何者でもない。あんたの言ってることなんざ心理バイアス。目についた印象的なものの頻度を実際よりも高く評価。確かに二人連続で転落死は珍しいことかもしれない。でも必要以上に意味を見出して特殊性を。あんたじ、なるほど、さすが知恵と知識は。褒められたって嬉しくないね。君はこう言いたいのであろう。僕が示した彼らの死の意味、それが真なる命題であることを。は？実証？そんなこと言ってないでしょ。私が言ってるのは単にあんたの言ってることがデタラメだってことで。君は嘘科学と科学をどう判別できると思う？嘘科学と科学。そう、ペテンと真理をどう判別するかだ。ペテンと真理の差、それは神奇な予言が。神奇な予言、よくそんな言葉知ってるね。イムレ・ラカトシュが提唱した概念、
科学的であるかオカルトであるかを見定める議論に使われる概念。クーンのパラダイム論、そしてポパーの反証主義、それらを改良して作り出されたのがラカト氏のリサーチプログラム理論。そこから導き出された概念が予言というと少し宗教じみてるね。簡単に言えば、旗から見たら奇異に見える予言だが、その理論から導き出せる正しい予想のこと。つまり僕の頭の中にある理論、そいつから導き出される予言、それが当たればその理論の実証性が高まるというものだ。相対性理論はあらゆる現象を予見したが、その予見の正しさがその後の多くの実験で証明されている。だから相対性理論は正しい。なるほど。それであんたが予言をする。ああ、僕はこれから予言をするよ。その予言が的中するたびに君は恐れおののくがいいさ。僕の正しさ。何を馬鹿げたことを。私を生まれ変わらせるために神があの二人を煮えとした。一人は城山翼、もう一人は高島ザクロ。この二人は私は生まれ変わった。何に？救世主に。そう、救世主。世界はあと5日で終わる。しかしそれは兆しだ。世界が生まれ変わるための。救われない者は古い世界と共に永久に地獄の豪華に焼かれる。未来永劫に続く苦しみだ。みな知っているだろう、世界が嘘で満ちていることを。そして真実は隠されていること。愚者は平等という。しかしみな知っている、世界が愚者は自由という。しかしみな知っている、世界に自由が愚者は愛という。しかし皆知っている、愛、愚者は人を殺すなという。しかし皆知っている、愚者は嘘をつくなという。しかし皆知っている、愚者こそ、愚者の嘘を鵜呑みにした者はバカを見る。そう、嘘なの。全ては嘘である。世界がずっと前からあることも、これからあり続けることも、全ては嘘だ。我々が前に踏み出そうとするその先、奈落なのだ。世界は終わる。確実に終わる。これが真実なのだ。その証拠に3つの予言をしよう。1つ、もう1つの死によって死への濃度はさらに明言されるであろう。2つ、多くのものが3つ、そして全ての終局を。あれ、音無彩奈。はい。いつまでもそんな涼しい顔でいられると思うなよ。今は夏。そういう見やすいだブラフを言ってるんだ、音無彩奈。お前は所詮ディルルちゃんの檻だ。お前など影だ。お前など僕だから。私怖くない、むしろ私は。そうやって茶化すな。僕は兆しの中にいる。そして兆し以後。そう、頑張ってね。うるさい、バカにするな。バカになんかしてないのに、マニア君。
世界を空に返すんでしょ。僕は兆しだ。僕は予感だ。僕は生命の至りだ。僕はさあ誰だ。なんだこいつ。何か用かい、橘君香さん。名前知ってるんだ、私の。ああ、高島さんを裏切った人だ。うん、そうだよ。私は高島ザク。何しに来たの？いや。ああ、私隣のクラスだから。なるほど、それで高島ザクロの名前が。うん、そんな感じ。廊下まで出て聞いてた。人気者だね。他の人たちも出て聞いてたよ。何？うん、それでその教師はどうしたんだ？震え出して。すっ、震え出した。そいつは背中側だな。ふーん、なんだ。救世主様も自信満々の割には間違えるんだ。何？清川だよ、清川明日美。救世…清川が？清川明日美か。なるほど。彼女はなんかよく聞こえなかったんですけど、確か。ほう、瀬名川先生の名前出てくるんですか？なぜ瀬名川の名を出したか知りたいか？はい。なんで瀬名川先生なんですか？なんでもったいぶるんですか？もったいぶる？いや、私がショック？ああ、そうだ。だって瀬名川由衣が死んだ。なんで
ですか。いつ。まあ。それって今日明日のレベルで。なあ、そうだ。なんで瀬長は先生なんですか。理由。え、それって。ああ、そう。じゃあこのままならな。あ、そうなんだ。あ、いや、そうですか。あの疑問なんですけど。特に恨まれていたからだよ。特に恨まれてるんだ、瀬長川先生。ああ、他にも赤坂メグとか北見里子と。さあね。でも来ていない。高島ザクロからの呪いのメールには2種類、そしてもう一つは、それ私。ああ僕自身は君たちに呪いのメールが来ているかどうかなんて知らないよ。ああ全くなし。ということはないよ。ならなぜ私には来ないのですか。同情されてるんじゃないの。同情。君は彼女と同じように長い間いじめられ続けてきたからね。それで赤坂と来た。このままなら。何ですかそれ。さあね。それ止められるのですか。ああ、なら瀬名止められる。だが止めない。なぜでしょうか。そう世界が予定されているからさ。そうなんですか。あとどうかね。そこまでは教えられないよ。そうですか。ああ、そうだ。そうなんだ。ああ、そうだ。助け。なんだ救世主様のしもべにしてくれないでしょうか。僕の元に下りたいということか。はい、私すごく怖かったんです。高島さんの呪いで自分も殺されるんじゃないかって。ふーん。私、自分が助かるためなら何でもします。だから私。そこまでして助かりたいのか。はい、助けてください、救世主様。ああ、私をしもべとしてそばに。ただ呪いからの。あの私何でもします。まだ信仰心が足りないかもしれませんが、救世主様の言葉をよく聞きます。ああ、分かった。我が元に迎えよう。え、ああ、母が予定調和。全てが必然ということ。そうだ、私にさせ。そうだ、高島の子予言。そうだ、愛憎は表裏一体。高島はお前を恨んでもいたが、私がすざくる。彼女はそういう人間だった。そうだ、お前のために高島は身代わりになった。身代わり。そうだ、20日の世界滅亡を知らせるために彼女は死んだ。なぜだ。
なぜ高島ザクロは死んだんだ。必要だったからだ。そうだ、お前たちを救うために高島ザクロは幽霊になる必要があったからだ。霊になり未来を知る必要があったからだ。そしてお前が生きているのはそれをみんなに知らせるためだ。高島が死んだ。私が。そうだ、高島ザクロはおったく。そうだ、救世主。私が。自分が痛みを知らなければ。みんな。だからこそ痛みを知らない人間。それって。そうだ、赤坂めぐや、きっ誰よりも今、誰よりも高島ザクロの痛みをお前以上に分かる者がいるか。いない。いるはずもない。だ、分かってる。もう言うな。お前は今まで自分の存在が虫けら以下だと思ってきた。自分の存在価値などないと思う。ブスとなじられ、デブとなじられ、そんな自分に存在価値などない。さらにそれを救ってくれた友人まで裏切る自分な。だがそれは違う。お前には価値がある。存在理由がある。お前には安心するがいい、立花。そうだ、生前ザクロ、まあその頃はまだ救世主としては未熟だったから、普通に付き合ってたと言ってもいいんだが、彼女は本当は僕のために全て知っていたんだろう。僕が救世主として目覚めるために。救世主様とザクロは付き合ってたんですか。ああ、彼女は僕を愛してたみたいだった。ザクロが愛した人。あなたがザクロの救世主。そうだ、僕は私砂川結衣。高島ザクロは赤坂めぐ、北見さと子。はい。ああそうだ、あの二人と高島ザクロは和解するであろう。手を貸す。ああ、二人を。当たり前だ。すみません。とりあえず二人は高島と和解するであろう。だけど瀬名川だけは違う。瀬名川。ああそうだ、知ってたはずなのに。そうだ、彼女の行動を見張れ。 あいつは高島ザクロの呪いに。瀬名川先生はザクロの呪いによって死ぬ。ザクロの呪いで死ぬ。ザクロに殺される。立花、少しいいか。え？彼女は明日死ぬ。明日ですね、わかりました。ああそうだ、死ぬまでの時間の監視ですか。いや、その直前まででいい。そんなこと。救世主様のためでしたらどんなことがあっても平気です。なるほど。はい。とりあえずこれから。はい。我がし。キミカ、行ってまいります。
さてと。そのためには、荒れている荒れている。怖いのか、そんなに君たちは怖いのか。さあ、ゲームの始まりだ。君たちは救世主の騎乗でどう踊ってくれるんだい。9時少し前か。必要がないから意味か。リルルちゃん。なんだって。それにしても、音無彩乃、何？助け？助けってなんだ？え？屋上？外から、外からな？世界？世界がどうしたんだ？え？なんだこれ？混ざり物？考えてもまだか。屋上に行け。うん。なぜ君は僕を見ているんだい？なんだい、奈落の者どもよ。そんなに人間の救世主が珍しいかい？なんだ、言葉も話せないのかい？なぜ君たちがこちら側を覗いているか。この感じは、何かが通過している時の影。何かが来ている。分かっているさ。おや、ご注目。ん？なんだって？死体？誰のだい？ああ、城山のね。それで、それがどうした？ん？城山の死体を何に使うんだい？え？
仮にも君たちあれなんだから、え？そうだけどもさ、やはり君たちも低次元なことをこの学校の連中と大差、え？何？城山の死体が、ほう、とは言ってもまあまあ、あったら言っておくよ、君たちが欲しがってたことを。いやいや、礼には及ばないよ。僕の体はやれない。それに君たちじゃ大きすぎるよ、救世主の体は。うん、そうだよ。なかなかのユーモアだね、気に入ったよ。では、おや、誰かいるぞ。人、こっちに来る。おや、これはこれは、城山くんじゃないですか。さっきの連中が君の死体が歩いてると言ってたけど、本当に歩いてるとは思わなかった。だってとっくに火葬場に送られてると思ったからさ。君はそれともだとしたら学校側は飛んだ手抜きじゃないか。まあいじめを容認するような学校だから死体の処理も面倒くさがってしなくても当然といえば当然か。でもこんなものが歩いてたら衛生上僕は生前から君のことが嫌いだったけど、バカは死んでも治らないとは言うけど、君の場合はん？そうだよ、ほら、あいつらがお前を、ほら、奥のあれ。何？ああ、君は知らないよ、あいつらと。ダメだよ。じゃ僕は仲良くやりなよ。奈落の者どもが君を欲しがってたんだが君は怖いと首がプラプラするのかい。変な表現方法だね。空の真下、雷光、雷鳴。なんだ、一雨来るのか。あれは、こんな時間に鳥の群れ。これは、リルルちゃん、なんだこれ、なんだこれ、これはもう人の預かり知るもの、これは神々の最終戦争。
できることをしなきゃならない。難しいな。どうもいびつになるな。リルルちゃんはもっとこう、違う、頑張らなくちゃ。まずい、もうこんな時間だ。僕ができることをしなくてはならない。君たちの言葉は繰り返しばかりだよ。まったく、がっかりさせられる。救世主である僕ができること、僕は君たちにおとぎ話をしてあげよう。僕が君たちの痛みを癒してあげるんだ。僕ができることは君たちを救うこと。
連れてる。儀式の場所、そこは当然あの場所だ。高島さんが飛び降りて死んだあの場所。君たちが望む奇跡とやらを見せてあげるよ。彼女の呪いを止めるという形で。そうだ、